リリス、トリックオアトリート。うん、急にどうされたんですか、坊ちゃま。どうって、ハロウィンではいたずらをしない引き換えにお菓子を要求できるだろう。僕は一度口に入れれば忘れられなくなるようなリリスの作る絶品スイーツが食べたい。坊ちゃま、トリックオアトリート。ああ、そうだ坊ちゃま、そういえば五条院様にハロウィンパーティーにお誘いいただいたそうですね。ああ、もちろんリリスも来てくれるだろう。え、私もご一緒してよろしいのですか。当然だ、僕はリリスとハロウィンの思い出を作りたい。坊ちゃま、もしかしたらハロウィンにちなんで五条院様にもお菓子をたくさんご用意いただいているかもしれませんね。そうか、僕はリリスが作る最高のスイーツさえ食べられればそれで。坊ちゃま、ここで次回予告クイズですよ。今回はスイーツ編です。お前は本当にクイズが好きだな。口に入れて崩れないうちにその名前を3回唱えると願いが叶うという言い伝えがある海外の伝統菓子は何でしょうか。僕はスイーツには詳しくないし、リリスが作るもの以外に興味がないからな。うん、やはりリリスが作るスイーツが一番うまいぞ。坊ちゃま、クイズ